どうも、ニートです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。はい、ということで、今日でオナキンが144日目を達成することができました。はい。はい、ということでね、今日はこの動画をアップロードはしないんですけど、はい、また次、今日寝たら、今これ、この時間、ちょっと、見えるかな ?22 時45分。はい、これ逆になってなかった?22時42分。はい。っていうことなんで、はい。また明日ね、動画、これを撮って、つなげていきたいなと思います。はい。ということで、ボーン。どうも、ニートです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。はい。ということで、今日でオナキンが145日目を達成することができました。はい。ということで、現在の時刻が、でん。惜しいな。22時23分でございます。はい。もう夜でございます。はい。今ね、メルカリの出品行ったりとか、あと今日はね、またね、ダイソー行ってね、マジダイソーすごすぎるよ、今。めちゃめちゃ熱い、俺の中で。本当にね、俺すごい幸せな時代に生まれたなって思ってます、マジで。メルカリとジモティとブックオフと何?ダイソー?もう何でも揃うやん、みたいなね。って感じで、はい。まあ、そんな感じで今日は、バイトしたり、一人暮らしの物件を探したり、ね、そうやって安いけれど、本当に自分にとって必要な、こう、なんかパック詰めのアイテムとか、そういうのを買ったりとか、そんな感じで、過ごしてまいりました。はい。ということで、145日目の記録は、ここに記しました。まあ、この動画はね、多分カットされて、次の、146日目か。まあ、それはまた明日撮るんで、よろしくお願いします。はい。ということで、ポイポーイ。どうも、ニートです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。はい。ということで、今日は投稿のネタがありません。ということで、本当は今日おなきに146日目なんですけど、144日目と145日目と、今回の今日の146日目をこう合体して、どうもーっつっていうのがあったんですけど、やろうと思ったんですよ。編集しようとしたんですけど、適当にね。なんとですね、今今日 256GB の SD カードが届きまして、それをこう移動してから、組み合わせようって多く思ったんですよ。そしたらですね、あまりにも遅すぎて、はい。うまくいかなすぎて、要するにパソコンで僕今やってるんですけど、この、パソコンでこれやってるんですけど、ですね、パソコンが何も放置、触んないと電源が落ちちゃうんですよ。なんていうか、なんとかモードってあるじゃないですか。バッテリーモードで、要するにもう一回パスワード画面に戻っちゃうんですよね。まあ、みんなも普通だと、それ普通だと思うんですけど。それになっちゃうと、移動してるのに途中止まっちゃうんですよ。中断されちゃうんですよ。だから今日 68% が進まねえなみたいな、45% が進まねえなと思ってたら、それはずっと繰り返すんですよ。うん、それは当たり前です。ずっとパソコン触ってないんだから、中断されてるんですよ。今日もう外に出かけたりとか、こうなんかね、家のことやったりとかしてて、ね、簡単にできるでしょうと思ったら全然進まなくて、で、今今日ようやく夜考えたのが、移動させながら YouTube 垂れ流して、音声をゼロにして、とにかくパソコンをもうスケッパンするって感じでやってたら、はい、こんな感じです。はい。こんな感じで、今ようやく移動ができて、ここから止まんなければこのままいけるんですけど、もうフォーマットしたりとかね、まして、一回ゼロにしてからやってるんですけど、はい、そんな感じで、もう今日はだから、なんかこう、144日目、145日目、146日目、どうもですみたいなこと思ったんですけど、もうそれもめんどくせえということで、はい。そんな感じです。とりあえず、まあでも今、ね、これは動画の、なんだろう、趣旨的なんですよ。おなきんの話をしたんじゃなくて、とりあえず生きてますよって動画なんで、はい。なんで、まあ明日で、ね、おなきんが、147日目か。なんで、まあまたね、ネタが尽きたら、おなきんのその、144、145、146、147みたいな感じですけど、明日はじゃあまたなんか、自分なりになんかアップロードできたらアップロードするんで、皆さんよろしくお願いします。すげえ、夜と引き伸びるな。ちなみに、電動シェーバー新しくしたんですけど、めっちゃ剃りやすい。ヒリヒリが全然違う。歯がさ、やっぱ綺麗なのと、新しいと綺麗めなのと、まあ、オイルがあったりとかで、全然違うですね。はい、ということで、ありがとうございました。また、これ今最後の容量なんですよ。ギャラクシー本体の容量なんで、まあ、とりあえず今、あともう少しだよ。やばいね。はい、ということで、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。ボーイ。どうも、ニートです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。はい、ということで、今日でオナキンが147日目を達成することができました。はい、ということで、はい、ということで、今日で147日目なんですけど、これといって、このね、本当に140、今ね、いつだっけ、4日目144、145、146、今日147。はい、これで、オナキン動画上げてないんですけど、いや、マジでね、今なんか他の、なんだろう、家のことをめちゃめちゃやりすぎてて、なんか正直すげえなんか自分が今、すげえ、まあいい意味で、なんかこう、仕事してる感が出てて、まあ家をね、良くしてるわけだから、要するにそれは自分もそうだし、家族もそうだし、で、なんかお客さんが来たりとか、そういう意味でも結構家を綺麗にするっていうのは、まあメリットがあるんで今やってるんですけど、もうもはやオナキンとかの話じゃなくて、もうなんかただ生きてるみたいな感じなんですよ。なんでね、まあありがたくね、逆に言うとそのままいけるんで、なんかオナキンってすげえ、こういう時に何だろう、無駄な時間を減らすというか、普通だったら多分今この時間、今9時半ぐらいなんですけど、普通だったらこの時間僕は今から多分オナニーをするんですけど、もう全然もう本当にこの4ヶ月、もう5ヶ月か、
127日目しかよ。だから、明日が107日、もう今日あとね、3時間ぐらいに107日。で、ね、109、150、5ヶ月。よっけ？俺5ヶ月間。え、やばくない？マジ自分ですごいと思ったんだけど。はい、ということで。まあいいや、とりあえず、はい、それはまあ150日行ったらまた家へ行ってあげるんですけど、はい、とりあえず、すいません、今動画上げてないんですけど、まあこれカットして、ちゃんと144日目、ね、こうやってどんどん145、146、147。で、まあもしかしたら明日アップロードするかもしれないし、みたいな感じでね、はい、動画を繋げていければと思います。はい、ということで、特に変わりはないんですけど、本当に、やっぱりこう、肌状況とかすごい、あとに髭剃りは昨日、昨日行ったって、その動画がね、そう、ありますけど、電動シェーバーを変えてから、やっぱりね、綺麗な電動シェーバー使ってると全然それぐらいとか、本当に綺麗にそれるんですよ。これ今今日朝と晩で2回剃ってるんですけど、本当にもう楽々で気持ちいいよね、本当に気持ちいいし、あとは、あれあれ、SD カードをようやく今これ256GB の SD カード入れられたので、これでようやく動画もいっぱい撮れたりとか、今ちょっと Google フォトにこう移行したりとか、いろいろやってて、なんかすげえ2014年とかのデータ、僕ら NEXUS5 っていうスマホを使ってた時のデータとかが出てきて、なんか懐かしいと思いながら見てたんですけど、まあ、その中でデータ移行したりとかして、そしたら俺の動画もしかしたらね、144日目とか消えてるかもしれないから、とりあえず探して頑張って繋げていきたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、ということで次は、多分この後ね、この後とかトラックメーカーの人会いに行って、ちょっと音楽作曲してくれてるんで、僕自身がリリックを書いてるんですけど、それを見てくれたりとかしてくれてるんで、ちょっと行こうかなって、もう夜9時半なんですけどね、今ちょっと考え中です。はい、ということでありがとうございました。また明日ですね、148日目の動画でお会いしましょう。バイバイ。どうもニートです。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、ということで今日でオナキンが148日目を達成することができました。はい、ってなわけで148日目です。はい、まあこの動画を見る頃には多分150日とか149日とかだと思うんですけど、とりあえず今日はマジね、今日何もしてねえよ。俺マジ何してんだろうね。まあ明日バイトなんで、特に今日やることがなくて別にいいんですけど、俺マジ、本当 YouTube のこのね、動画を撮ったりとかしてなかったら、マジただの、ただのニートですよ。いや本当になんかね、この動画を上げるっていう習慣は実はすげえ大事なのかもしれない。うん。で、今んとこ、今この動画をね、多分今見てくれてる人たちは、今他の動画を僕はアップロードしてるんですよね。オナキンじゃなくてなんか、プリンターがどうのこうのとか、なんかラーメンがどうのこうのみたいなすげえくだらない動画上げてるんですけど、やっぱりね、この、自分的にはすごい今、その今日も、昨日の晩もあれなんですけど、ラップをね、トラックメーカーの方と一緒にこう、作曲とかしてて、リリックを書いてそれをこう聞いてもらったりとかして、やっぱその時間もすごい楽しいし、でもちろん別にこのオナキンの話ってよりかは、やっぱり自分の得た経験を、知識とかもそうだけど、メンタリズムとかね、そういう心理学の話とかもだけど、やっぱそういうのをこうどん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 アウトプットして共有してる瞬間っていうのが自分的にはすごいこう楽しいなってやっぱ思うっすね。こうね、本当にそういう意味で、ちょっとまあ今今日オナキン148日目ということでね、正直何も本当にしてないです。本当に今日起きて朝ウォーキング行ってみたいな、そうだから そこだけはまだね、まあ僕的にはその崩してないです。ただ本当にオナキンをやりながらただの生活をしてる一般人ですよ。そう、元から一般人ですよ。それは分かってますが、そうじゃなくて、動画外でもやっぱり特に何だろう、俺はいい感じにその自分なりに生きてんだなっていうのをちょっとこう分かりました。で、今日とかは本当になんかね、スマホで、本当に今日も一日潰したな。マジでこうメルカリとかでスマホをこうめっちゃ調べてて、なんか俺結論至ったのが、思ったのが、俺ってやっぱりまだまだ隣の芝生が青い現象の人間だなっていうふうに思いました。はい。それはもう正直言います。もちろんこう自分がミニマリズムとか、そういうふうなお泣きもそうだしさ、ね、心理学、脳科学とかでどんどん物を手放したりとか、物を厳選したりとかそういうのやったんですけど、今ちょっと一人暮らしのことが本当にこう今マジで物件も見たりとかしてて、本当にまたねこう僕って波があるから、物件を見に行ったりしたら、で今この実は2ヶ月ぐらいは普通にただ働いてたんですよね。まあいわゆるオナキンどうかどうもって言ってみたいな生活だったんだけど、 いよいよね、多分本当にこう一人暮らしを自分が結婚して、本当さらなるこう新しい道を歩む、やっぱそういう風な刺激とか環境とかいろんなことの中で自分がさらにまた変わってしまう、いい意味で変わる、そう変わるっていうのは正直先のこと分かんなくていいんですよね。とりあえずまず身を投げ出してやってみるとかっていうのが実は大事な要素なわけで、っていうところの理論でいくと、こう一人暮らしをしなきゃいけないっていうか、したいしね、本当自分自身も今そのためにこう実は家でもこうサバイバル能力じゃないんだけど、例えばさっきの今日動画上げたんですけど、今日じゃないか、この動画がね載る頃には今日じゃないと思うんですけど、ちょっと前なんですけど、ラーメンのね、なんかこの大豆で作れましたみたいなとか、そうするとあれで
ね、お金が節約できたりとか、まあ、栄養値がちょっとね、もっと野菜とか俺も好きだから食べていかないとなって思うんですけど、まあまあ、そういうのをすごいこう今リアルタイムでやってるんですけど、要するにスマホとかも、なんか俺は今この、ギャラクシー S9 っていうのを使ってまして、そしたらさ、俺さ、要するに宝の持ち腐れというか、本当に僕自身がニートになる前に、このギャラクシー S9 を購入したんで、なんつうんですか、あまり価値が分からなかったんです。その時僕、ファーウェイのなんか P20 ライトかな、なんか P20 ライトみたいなやつ、あれが、こう、頭の中にずっとあったんですよ。ああ、それいいな、みたいな、ね、Amazon で買えるしっていう風な意識で、au ショップに行って、そしたらなんか Galaxy S9 がこの iPhone X が出ることによってさらに価値が下がるので安くなりますよってことで買ったんですけど、と思ったんですけど、まあ、実際使ってみて本当に俺は Galaxy S9 がマジで大好きになったし、本当にあ、この俺ってすげえもん持ってんだなって、本当にこのこれってなんか iPad とね同等のレベルっていうのをなんか知りまして、確かにみたいな、確かに動画編集とかもそうだし、もうサクサクねできるわけだから、でも俺ってすごいなんかなんだろう、その価値に気づけなかったっていうのもあったし、あと今まあこれをガンガン使っちゃってるから、逆に言うとバッテリーとかもやっぱすごい消耗が激しかったりするわけなんですよ。もちろんやっぱその分コスパはいいから、どんなにガンガン使って充電しようが、正直言うと全然全然痛くも痒くもないレベルなんだろうけど、やっぱりちょっと昔よりはちょっと電池消耗が早かったりとかして、まあもちろんアプリもね入ってたりとかそういうのもあるからあれなんですけど、ちょっとなんかその時とかになんだスマホをなんかもう一つ高コスパのスマホを買いたいなと思ったんですよ。そう今ね、そうしたんだけど、でだから4万円とか3万円とかで中華スマホで売ってるんだけど、正直1万円1万2000円1万3000円、まあ、出して1万5000円とかでも正直なんかそれでもいいかなって今思ってきてて、要するにそれでサブ端末として持ってなんかそれもいいんじゃないかなみたいな風に思ってて、ね、なんか今日それをずっと考えてました。はい全く関係ない話なんですけど、はい、まあそんな感じです。はい、もう本当にそれですよ。マジで一日それずっとやって調べて、なんかスクワットしたり、今ちょっとなんか若干この油汗っぽいのはなんかねあれなんですよ、今腹筋とスクワットをやってこうさっぱりしてちょっと撮影してるんですけど、やっぱりねあれだね、ちょっと僕自身まだまだなっていうのをね感じました。まあこれはくだらない独り言なんであんまり気にしなくていいんですけどまあそんな感じでおなきん148日目はこんな感じでございました。では、ね、これから風呂に入るんですけど、次はなんだ、この動画がカットされておなきん149日目に多分なると思います。まあ今日終わったらの終わったらおしまいだけどね、まあなんかもう本当におなきんつうか、もはやもう本当にライフスタイル習慣になってるから、別になんかオナニーしようっていう風に思わないんですよね。本当に今で言うとさっきもそうだけど、今日もずっと調べてスマホでね調べてたんで、それだけなんですよね。こうどうしたらもっと自分自身のライフ人生をこうもっともっと快適にして、かつ、もっと自分が身軽になってみたいな。今ノートパソコンがあるけど、確かにノートパソコンじゃなくてスマホね、さんが安いファーウェイのなんか安いやつ適当に買えば、とりあえずそれでもこうねなんか。一応生きていけるんだろうかなみたいな、そういうのを考えたりとかして、まあ、そんな感じです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。ボーどうもニートです。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、ということで今日でオナキンが149日目を達成することができました。はい、ということで今日で149日目です。今10時40分頃ですね。はい、もう今日あと1時間何分か後、まあ、2時間ぐらい寝たらっていうか2時間ぐらい経ったら、おなきん150日を達成してしまいますよ。はい、おなきん5ヶ月ですよ皆さん。一回僕暴発を最初の方しちゃったんですよね。確か最初の方っていうの、最初っていうの2ヶ月ぐらい、わかんねえ、最初の方ってなんだまあそう、まあでもしたんですよ、しちゃったんですよ暴発を、それ以来っていうのも変だけど、要するにもうトータルで見るとマジでこんだけ自分がマジでオナニーしてないって結構すげえなっていう風に思っちゃいました。マジで、なんか快感って何なん、快感の動画っていうんですか、何だろう、出る時のあの快感をまたいつ味わえるんだろうみたいな気持ち、ある何この話。はい、てなわけで、はい、明日で、オナキが150日になるということなんで、まあ、正直言うと今日もしかしたら失敗したかもね、終わるかもしれないんですけど、まあ正直言うとね、
もう今日余裕ですよ。もう俺ね、今寝ることしか考えてません。超眠いっす。もうそこの動画のね、ちょっと尺も短く話すと、おとといが僕今ヒップホップで、こうヒップホップでっていうのキムエがちょっと今ラップやってて、で本当にこうヒップホップの音源出したいってことで、そのトラックメーカー知り合いの方がいたんで、その人にトラックいただいて、その上にこうね、ビートいただいてラップしてるんですけど、フローしてるんですけど、それでようやく3曲目ができそうでございます。2曲はもうできてるんですけど、3曲目のリリックが完成して、で一昨日にそのリリックを聞いてもらったりとかして、夜ねちょっと打ち合わせしてました。で昨日はもうそのまま寝たかったんですけど、要するに一昨日めっちゃ疲れてたから、じゃあ昨日寝よっかって思ったんですけど、ようやく決着をつけようと思ったんですけど、スマホを1台買いました。それはファーウェイノバライト3というスマホでございます。はい、実はこれ1ヶ月前2ヶ月前ぐらいから本当にスマホが欲しくて、いろんな意味でね、このスマホ今1台しかなかったりとか、ね、調べ物もそうだし、効率もそうだし、お金の問題もそう。実はこのスマホを買うことによって、ね、SIM フリー、もちろんファーウェイ SIM フリーで運用したいし、この今ギャラクシーもですけど、これも SIM フリーにして、なんで SIM フリーというか格安 SIM だねとかで運用するっていう作戦で今いるんですけど、まあまあまあちょっと話がでかくなっちゃうんで、まあ、とりあえずファーウェイ買ったんで、そのね、ファーウェイを買うまでの道のりが超長かったんですよ。本当に5日ぐらいは、この5日間ぐらいは本当にとにかくこうメルカリめっちゃ見たりとかして、だからめっちゃブログ見たり YouTube 見たりとかして超調べまくって、こう何が良くてとかで、結果的にはもうファーウェイが要するに身の丈にも合ってたりとか、あと身の丈ってどころじゃないかもしれなくて、実はすげえコスパがいいというか、なんだろう、そこら辺のスマホと実はよりも実はすげえ動作が良かったりとかっていうらしいんで、って考えた時に、あ、そしたらなんかすごい手軽だし安いし、いわゆる結構まあ認知的にもファーウェイでは、僕が欲しいのは本当はシャオミとかだったんですけど、要するにそれだとまたいろんなさ、こう ロムがどうのこうのとか、ね、中国スマホがどうのみたいな、いろいろちょっとなんだろう、人によっては嫌だったりするわけなんだけど、あえてファーウェイを買うことによって、とりあえず何かあった時に即売れたりとか、ね、そういうところがあるなと思ったんで、まあ今とりあえずファーウェイを買いました。まあそのうち届くのを楽しみにしてます。はい、というわけでちょっと動画長くなっちゃうんで、はい、ということでもう寝ます。これでオナキン149日目はおしまいだ。結構調子はいいです。はい。睡眠が低いんですけど、調子はいいんで、まあ本当にこれ、まあいい感じだというふうに思います。では、150日目の動画で会いましょう。ボーイ。